日本大会大分県大会がついに開幕。お相手は竹田支部代表の直入タイタンズさん。グラウンド周辺では桜が満開となっていましたが、それと同じくラボ打線も開花。県大会でもラボ旋風を巻き起こす。大分市中心部から車を走らせること約1時間。周囲は緑あふれるここ豊後大野市三重大原球場にて西日本大会大分県大会が開幕。熱い戦いの火蓋が切って落とされました。超魔の気迫のこもった声出しが決まったところで、本日のスターティングラインナー、本日のスターティングラインナー、1番セカンド大和、2番センタートーマー、3番ショート大勢、4番キャッチャーヨシキ、5番ライトタツロー、6番ファースト上原、7番サードハケちゃん、8番レフトフミヤ、9番ピッチャーダイキー、そしてラボベースボールクラブを率いるビッグボスダイソン。西日本大会大分県大会1回戦、直入タイタンプレイボール。一塁側にラボ、三塁側に直入タイタンさん。昨年の高松の宮県大会でも対戦した相手に、一体どのような展開となったのでしょうか。先発のマウンドにはエース大輝、今季もここまで絶好調。これまで通りのピッチングを展開し、チームを勝利に導けるか。優勝を目指すラボの県大会がいよいよプレイボール。まずは立ち上がりの大輝のピッチング。1番バッターをライトフライ、2球でワンアウトを取ります。続く2番バッターは変化球を打たせると、この痛烈な打球をタケちゃんががっちりキャッチ。さらに3番バッターもこの痛烈な打球、今度はタケちゃん体でがっちり止め、三者凡退。大輝上々の立ち上がりを見せます。初回のラボの攻撃、ワンアウトから2番トーマ、ここはデッドボール、気合で出塁をもぎ取ります。さらにトーマは見事に盗塁成功、足でチャンスを作ります。そして2アウトランナー2塁でヨシキ、ねえ走ってけ。この打球、打ち取られた打球でしたが、これが相手のミスを誘い、ラボが幸先よく先制に成功します。先制してもらった大輝ですが、ワンアウトから5番バッターと6番バッターに対して連続フォアボール、さらに7番バッターに対してはこのデッドボール、突如制球を乱し、ワンアウト満塁のピンチを招いてしまいます。そして続く8番バッターに対してもなんと3ボールまで行ってしまいますが、ここから大輝粘ります。ここはまっすぐで空振り三振、これで2アウト。
このピンチ、大輝無失点にしのぐことができるのか。この打ち取った打球はライト達郎への浅いフライ、なんとか抑え無失点にしのぎました。さあピンチの後にチャンスあり、先頭バッターの達郎、これは打ち取られた打球でしたが、この日の上空かなり強い風が舞っておりました。この風に流された打球をセカンドが落球、それを見て達郎が二塁へ進塁、何はともあれ出塁に成功します。続く6番上原、よっしゃ、よっ、おお、このサードゴロ際どい判定でしたがアウト。しかし達郎はその間に三塁へ進塁、ワンアウトランナー三塁と追加点のチャンスで7番の竹ちゃん、外の変化球をうまく流すと、これがライト前のタイムリーヒット。竹ちゃん技ありの一打で2点目を追加します。さらに続くフミヤ、これがレフト前ヒットとなり、さらにランナー1、2塁とチャンスを広げます。そしてバッター大輝のところでダブルスチール、これは見事なスタート、キャッチャー投げられず2、3塁のチャンスとします。そして大輝はきっちり叩きつけ、この間に竹ちゃんがホームイン、これで3対0とラボが点差を広げます。3回の攻撃、先頭バッターの大勢がフォアボールを選び先頭で出塁します。そして続く吉木は空振り三振とするも、これをキャッチャーがこいつ、吉木はアウトとなりますが、大勢はその間に三塁へ進塁、これでワンアウトランナー三塁のチャンスとなり5番達郎、この打球サードが弾くと、その間に大勢が一気にホームへ、相手のミスに乗じてこの回も得点を重ねます。4点の援護をもらった大輝は尻上がりに調子を上げ、持ち前の打たせて取るピッチングで4回まで無失点に抑えます。そして4回、さらに打線が爆発します。まずは先頭タケちゃん、このフラフラっと上がった打球、しかしこの日上空は強風が舞っておりました。これが風に流されライト線に落ちると、一気にタケちゃんが二塁へ進塁、これがツーベースヒットとなります。そして続くフミヤ、変化球をきれいに弾き返すと、これがセンターオーバーのタイムリー、タケちゃんが二塁から悠々ホームイン、フミヤは激走、見事にタイムリースリーベースヒット。さらに続く先ほど見事な敵を見せた大輝、またもや変化球を捉えると、これがライトオーバーのタイムリーヒット。フミヤが悠々とホームイン、さらに打った大輝は三塁へ、タイムリースリーベースヒットで6対0。さらにさらに1番ヤマト、今度はインコースのまっすぐをなんとライト線へ運び、これで3連続タイムリーヒット、一気加勢の4連打で3点を奪います。さらにさらにワンアウト3塁となり3番大勢、綺麗に弾き返した打球はレフト前ヒット、大勢も続き、この回
5安打で4得点見事な攻撃を見せます。大量援護をもらった大輝はその後2点を奪われますが、粘りの投球で最少失点に抑え5回2失点でマウンドを降ります。さあそして6回からはマウンドにはマッチが上がります。しかし先頭バッターにこのデッドボール、さらに続くバッターにもなんと2者連続デッドボール、申し訳ございません。さらに続くバッターにもフォアボールでノーアウト満塁のピンチを招いてしまいます。この場面でこの日サードでスタメン出場していたタケちゃんが緊急登板、ブルペンで準備はしていましたがキャッチボール程度の準備、この局面1本出れば相手に流れが行きかねない場面ですが、ここはタケちゃんさすがでした。先頭バッターを空振り三振に仕留めると、続くバッターは変化球を捉えられますがこれが浅いレフトフライ、ランナータッチアップできず、これで2アウト、2アウト満塁となり2番バッター、変化球を打たせるとセカンド大和がさばき、これで3アウト、たけちゃん見事に火消し、ノーアウト満塁を無失点に切り抜けました。そして迎えた最終回、マウンドには引き続きタケちゃんが上がっております。まずは先頭バッターをレフトフミヤへの浅いフライでワンアウト、そして続く4番バッター風に煽られながらなんとか大輝がキャッチし2アウト、そして5番バッターも2ストライクと追い込むと、最後は落とし空振り三振でゲームセット。直入タイタンズさんを8対2で下し1回戦突破、ダブルヘッダーで続く2回戦へと駒を進めました。対戦してくださった直入タイタンズさんありがとうございました。そして次回の2回戦、日田の強豪相手に今度は大輝がバットで見せる激闘の2回戦、乞うご期待。最終回10番に回せばチームの主力なんで行かないぞ、よし行こう。